スカイプレゼンツ、こちらクイズノック放送部。モデル YouTuber のネオです。クイズノックの川村です。はい、同じくクイズノックのコウちゃんです。この動画は ABC ラジオなどで放送中の番組スカイプレゼンツ、こちらクイズノック放送部と連動したクイズ動画となっております。ラジオを聴きの皆様も、この動画で初めて番組に触れる方も一緒に楽しんでください。その動画中の例題に続いて素敵なプレゼントが当たるクイズもあるので、最後まで聞いてぜひチャレンジしてみてください。お二人ってクイズの苦手分野がないイメージがあるんですけど。いや、全然ありますよ。やっぱあるんだ。ちょっと前までやっぱスポーツ選手とかかなり分かんなかった。そっち系か。だから最近はもっと分かるようになりたいなと思って、野球見に行ったりとか。やっぱり野球見に行ったりとかすると、やっぱその時の記憶がすごく残るから、ちょっと興味持ってて覚えられたりとかしてるかな。僕は最近歴史を勉強していて、なぜかっていうと、早押しクイズをやるときに隣にこうちゃんいたら、歴史の問題全部こいつがこうちゃんが取っちゃうんで、ほったらかしてたんですけど、さすがにやるかってなってやってます。今やってるんですよね。こんなお二人にも苦手なものがあるということで、なんかちょっと安心しました。結構クイズプレイヤーみんなやっぱ得意なところを伸ばしつつ、苦手なところをちょっとずつ補うみたいな。絶対得意分野とかあるから。ねおちゃんも多分僕らより、例えばだけどファッションのこととか、そういうの絶対詳しいから、そういうクイズが出たら俺らには勝てるから。確かに。だから結構クイズみんなそれぞれ得意なこと好きなこと絶対あるから、そこを強みにね、戦っていけたら強いんじゃないかなと思います。じゃあいつかファッションでぜひ対決してください。多分負けます、はい、ゴリゴリに対策しちゃおうこちらの問題は、クイズノックの公式 YouTube でも文字並べ替えクイズ2つ同時にやってみたアナグラムミックスとして出題しましたが、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。伊豆のクックという文字を並び替えてできる言葉は何でしょうみたいな、文字の並び替えクイズ、はいはいはい、これをアナグラムと言います。なるほど。オネを並び替えるとネオ。ネオだ。つまんねそのアナグラムつというアナグラムなんですけれども、今回は2つのアナグラムを混ぜます。1個じゃないんだ。例えばナボちゃん課金という問題があったとしたら、これはカボチャと南京、これはかぼちゃの別名ですね。ということで、問題文が出ます。それをアナグラム、つまり文字の並び替えをして、同じ意味を持つ2つの言葉を作ってください。お、例題見てみましょう、はい、お願いします。投資もすり切りよっしゃ戦うぞっていう気持ちね。投資、投資を、はい、例えばカップとかに注ぐときに、こうすり切りで入れるっていう意味の言葉です。これ投資もすり切りって、あ、多分なおちゃんとかもいろんな、ね、仕事してるとき頑張るぞって気持ちになるじゃないですか。なります。それをその投資にね、それをはかりとかにこうやって入れるんですよ、入れるときにこうさーっとすり切る、すり切り、投資もすり切りですね。じゃあもうできてるじゃないですかいやでもだから今回は投資もとすり切りが同じ意味の言葉じゃないから違うんですよ、不正解なんです。なるほど。なんか同じ意味の言葉が2つ入ってるんで。この漢字はちなみに崩すんですか。だからこれひらがなにします。投資もすり切り。あー、なるほどなるほど。答えるためにこう近道とかあったりしますか、何かヒント。これはね、体調のいい日にやってくださいこういうの得意な人にどうやって解いてるのか、はい、聞いたら、とにかく言ってみるとかって言った。なんか言ってみて、そのなんか五感近いもの抜き出すみたいに言ってたけど、はい、これはね2つ混ざってるから、はい、めちゃくちゃ難しい。難しいですね。正解は力士と相撲取りでした。うわー悔しい。悔しいでしょ。悔しい。これ悔しいんだよ。言葉わかるじゃないですか。そうなんだよ。うわ、続いてはプレゼントが当たる問題です。はい、問題は涼しいコンロだ。お正月の1月7日あたりかな、ヒントは。ああ、なるほどね。1月7日あたりに食べるものとかがヒントかもしれない。あ、ちなみにこの涼しいコンロだっていうのは、コンロってあるじゃないですか。あります。コンロに火つけるじゃないですか、はい、でも暑いじゃないですか。暑い。暑い時にやっぱ扇風機とかで、はい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 、涼しくなってるっていうことですすいません、何の意味もない。クイズの答えが分かった方には抽選でプレゼントが当たります。スカイの公式インスタグラムの方からご応募ください。よろしくお願いいたします。お願いします。スカイの公式インスタグラムの URL は動画の概要欄に貼っておりますので、そちらから飛んでください。たくさんのご応募お待ちしております。ということで、以上スカイプレゼンツ、こちらクイズの放送部でした。またねー。